おいくらですか？あ、じゃあお疲れ様です。あ、お疲れさん。今日も練習ありがとうございました。いやいや、いやもう急にね誘ってもらったのかかわらずね、ありがとうございます。いやこちらこそ来てもらってありがとうね。それよりあちさん、ちょっと練習中から気になったんですけど、えこの輪って、うん、いつもあちさんなんかカラフルな感じで、うん、使ってて、僕が結構単色で使ってる時、草野球ぐらいお前カラフルなやつ使えよっていう風に言ってたんですけどこれ高校野球対応のものなんか使ってらっしゃいます今。あこれね、まあそうなんやけど、はい、これにはちょっとあれがありまして、あなんか訳ありな感じですねこれは。ちょっとね、はい、まあ、実はこの場って、はい、僕がいつも言ってます、ホームランドーム、はい、はいはい、で新発売されるバッテナーね、おうもう売ってんねんけど、うん、これをちょっと試そうと思ってさ、まあ、どの程度その持つのかなーっていうのが興味あったから、ちょっと買ってみた。はい。で、まあ練習でこれ合皮なんやけど、これ見てもらったら分かるかな。あんま合皮感ないよね。なんかね。で、結構これ手のひらがこう分厚めで、うん、ちょっと若干ゴワつくんやけど、はいはい。昔のローリングスのゴートスキンみたいな感じ。ゴートみたいな感じの感覚やねんけど、はい、ぶっちゃけなこれ、まあ、値段のこと考えたら全然これ練習やったらいいなと思ってさ、はい、使ってんのよ、うん、おいくらですか？1500円。ワークマンより安い？ワークマンよりはギリ高い、ギリ高いか。でもワークマンよりあれさ、結構松屋にするとすぐ破れる。破れますね、なんか薄くなってしまう。600〜700円のやつやん、はい、あれ豚側やから。その耐久性ないのよこれ。一応合皮で合成比較で、はいはい、そのバッティング手袋として作られてるから、うん、まあ、結構ね、まあこれまだ2日目やねんけど、まあ、2日でだいたい500スイングぐらいしてんけど、はい、破れる気配ないよね。合皮のやつって俺まあ、ちょっとメーカー名前出すのもちょっとはばかれるから、まあちょっとぼかすんやけど、某ナイキさんの安いやつとか言ってんな、某アシックスさんの安いやつとかって言ってるな、うん、すぐこう表面ピリンって破れるのよ。はい、そんなんは一切ない。へえ、うん、値段の割には持ってるんですね。1500円でだから薄いの好きな人はちょっと握った感じ違和感あるかなって。俺結構薄いの好きやから違和感あってんけど、まあ、1500円っていう値段と、ね、練習用っていうその割り切りができるんやったらめちゃくちゃ得やなと思って、うん、っていうので今回ちょっと紹介させていただいております、はい、でこれホームランドーム全店舗販売されております。へえ、はい、フロントに聞いてみてください。はい、で黒だけやと思うやん、白もあるんだよ。なんだって。あどうもヤジさん。あどうも、初めまして。なんか見たことある。どうも、ワンチャンネルです。これなんか言われるやつや。言われるやつや。ペテンシーの人です。ペテンシーです。で、まあ、白がこんな感じ。はいはい、まあ、これちょっと一回俺使ったんやけど、まあ、若干こう硬い感じはあるかなっていうの伝わるかな。伝わらないと思うな。で、まあ結構この手のひら、手の甲の部分はメッシュやから屈曲性結構よくて、実際ちょっとどう？一回試して使ってもらって。そうですね、振ってみても結構まあ振りやすいかなっていう、うん、まあ全然ゴワゴワしてそうで全然してなかったので。あそう、はい、まあ薄いし使いやすいかなと思って。で耐久性も良さそうっていうイメージはあります。遠足感じるって何使ってるの？すみません、嘘ですね。実際でも分厚いんで、まあ破けないかなっていうのはある。うん、強そうよな、バッテとして。そうですね、耐久性は練習用としては最適かなって。うん、高校生、まあ中学生、高校生、大学生も今オフ期間でさ、バット振ってると思うから、こういうの、まあうまく探してやってみればいいんじゃないかなと思います。ちょっとこれ分からんけど、まあ SNS とかでそのホームランドームにちょっと問い合わせてみるとかも、まあしてみたら、まあワンチャンそれで店行かなくても買えるんじゃないかなって勝手に思ってるんやけど、その辺は知らないんで問い合わせてみてください。電話してみてください。はい、僕は分かんないです。まあというわけでね、ホームランドームのバッテ新しく出たよっていうので今回紹介させていただきました。
まあ、これちょっとね、まあ多分インスタ、ツイッターの方で、まあ、破れたら多分報告するので、まあ、それで僕が、まあ、練習、まあ僕大体2日間あれば、大体300から500ぐらい来るんで、まあ、それを目安にしていただければいいんじゃないかなと思います。レポートして、ツイッターや SNS で発信しますので、このバッテリーの行方を追っかけてみてください。ぜひフォローしてね。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。あ、ワンチャンネルさんのチャンネル登録も。よろしくお願いします。あの、ヤジ君が出てくる。出てくる、よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。失礼します。